伊藤、あの客を目ば触ったのが？せばおめ悪くねえべ。わーが悪いって何のつもりや。その考え間違ってる。おめもみんなも全員傷つく。残すなよ。あたしの商売道具なんでな。私はここでお金貯めて絶対漫画家になって絶対東京行く。もちろんです。標準語も上手です。標準語ほど簡単な言葉ないでしょ。テレビずっと見てればバカでも喋れるわ。わあ、バカ以外もんで。そうやって自分を蔑むのやめたら楽したいだけじゃん。おい。いつちは三味線弾いた方がいいよ。どうして？うん、なんとなく。アホ見てんだっけや。三味線弾いてないといけないわの格好さ、うん、お前言葉使うの苦手だから音で対話する。お呼び出しありがとうございます。お帰りなさいませご主人様。メイドって何地帯の女性像だ。差別主義の言いつけ教授。けっぱれ。この店で三味線弾かせてください。